ネオンテトラ熱帯魚は、熱帯や亜熱帯に生息するの魚類の総称。競技では干渉魚となるものを言う。グッピー、エンゼルフィッシュ、ネオンテトラ、コリドラスなど、干渉に適する微礼なものが大部分で、そうでなくとも、外観上の際立った特徴があるものが飼育の対象になっている。飼育や繁殖が容易な小型の淡水魚が一般的だが、輸送技術や、 飼育技術の発展によって、従来は不可能だった大型種、希少種、海水性の魚類もその対象になってきている。エジプトやタイでは、古くから淡水魚を観賞用途で飼育していたが、欧米に持ち込まれたのは1868年に、パリでパラダイスフィッシュが紹介されたのが初とされている。1930年代には様々な熱帯魚が普及した。日本では、 大正時代中期に初めて持ち込まれ、上流階級の間では、気候性が重視された。1950年代になると、日本国内での飼育が容易になり、1960年代には、熱帯魚ブームが巻き起こった。熱帯魚は、夏の季語とされている。ウィキペディアに、項目のある熱帯魚の一覧、目分類ごとに示してある。鑑賞用途に限定せず、単に熱帯。 アネ帯タイ産の魚類を意味して用いられる場合もある。本校では競技の干渉魚について解説する。さらに狭い意味で淡水性のものだけを指す場合もあるが、肥水性のものを含む場合や海水性も包含する用法もある。ありがとうございます。